西学狐禅善寺羅作部岩手県西部において北上川に沿って南北に広がるのが北上盆地。北上盆地は岩手県の西部にある北上川流域の盆地。北上平野とも言う。西を大雨山脈、東を北上高地に挟まれ、北は西学の山麓の岩手町あたりから始まり、南は 北上川の流出部である狐ンデ寺協作部がある一ノ関市付近まで直線距離で南北約 120km にわたって続く細長い盆地である。岩手県の総人口約130万人のうち約90万人ほどが住む岩手県の主要部。北部に森岡都市県、中部に北上都市県、南部に水沢都市県及び 一関都市圏の計4つの都市圏がある。県による地域圏としては、森岡都市圏に相応する森岡広域振興圏と中南部3都市圏を合わせた県南広域振興圏に40から50万人程度ずつ南北に分割がなされている。旧森岡藩と旧仙台藩の境界は中部の北上都市圏と南部の水沢都市圏の間にある。 森岡都市圏は北東北最大の人口を要し北東北の経済の中心地であり東北新幹線と秋田新幹線が分岐する鉄道の要衝である北上都市圏は東北自動車道と秋田自動車道が分岐し花巻空港を要する交通流通の要地で内陸工業の集積地となっている水沢都市圏の農業は米の探索地であるが 前沢牛をはじめとする高級和牛牛肉の産地ともなっている。盆地を南北に縦断するように、江戸時代には、欧州道中、明治時代以降は、東北本線、国道4号、東北自動車道、東北新幹線が順次作られ、主要幹線として機能している。現在の北上市から、大宇山宮く木峠を越えて、秋田県横手市に至る、平和街道は、 北上盆地と横手盆地をつなぐ、主要路で、この道を通じて、欧州藤原市は、両地域を治めた。現在は、国道107号、北上線、秋田自動車道が通り、秋田新幹線とともに、両地域の文化的一体性や、経済的一体性が見られる。北上盆地は海に面していないため外交を求めたが、時代によってその地位は変遷している。 江戸時代には、森岡藩の地行域内の八戸や宮古、両校が多い三陸海岸南部諸校のほか、北上川水雲を利用して、仙台藩内の石巻が外交として機能した。現在は、東北道経由の仙台港、八戸自動車道経由の八戸港ほか、秋田道を利用した、秋田港も利用されており、高速道路の結節点である。 森岡都市圏や北上都市圏の工業、流通拠点としての地位を作り出している。ありがとうございます。